イエンススコーはデンマークの科学者。ナトリウムマイナスカリウムポンプに関する研究に対して1997年にノーベル科学賞が授与された。スコーはデンマーク中央ユラン地域のレムビの町の裕福な家庭に生まれた。父親のマグネス・マルティノススコーは木材と木炭を扱う事業を起こし、母のアン・マーグレーテスコーは父の死後その事業を受け継いだ。 スコーは15歳の時にジーランド島のハスレブにある全寮生学校に入校した。1944年にはコッペンハーゲン大学薬学部を卒業し、1954年に博士号を取得した。1947年からはオーフス大学で働き始め、1977年に生物物理学の教授に任じられた。 1988年に退職してからも、オーフス大学にオフィスを持っている。1997年に、NA、k a t p r ーゼの発見の功績によって、ポール・ボイヤー、ジョン・ E ・ウォーカーと共に、ノーベル化学賞を受賞した。スコーは1950年代の初めに麻酔学を収めた。彼は、物質の麻酔作用は、細胞膜の脂質層への溶解度と関連し、 麻酔物質は当時タンパク質だと推定されていたナトリウムチャンネルを開くことを発見した。彼はこの作用がナトリウムイオンの移動に影響を与え神経細胞を沈静化し麻酔作用が現れると主張した。スコーは他の種類の膜タンパク質も麻酔物質が細胞膜の脂質層に溶け込むことによる影響を受けるはずだと考えた。そして 細胞膜に埋め込まれた酵素を直接観測し、その性質が麻酔物質の影響を受けるかどうか確かめるという実験のアイデアを得た。そこで、カニの神経細胞の ATPR ゼの観察を行った。酵素は観察できたが、その活性はとても変わりやすく、研究には高い活性を持つ酵素を必要とした。ついに彼は ATPR ゼの活性は、 ナトリウムイオンとカリウムイオンとマグネシウムイオンの比が特定の値になった時に最も高まることを発見した。彼はこの酵素はナトリウムイオンとカリウムイオンが細胞膜を通過する時に何らかの働きをしているということに気づいた。このアイデアは何年も前に主張されていたものだがメカニズムは全くわかっていなかった。 彼は発見したことを論文にまとめたが、用心深く、酵素がイオンの移動に関係することだけに記述をとどめ、ナトリウムマイナスカリウムポンプという言葉をタイトルから外した。実際、この時は徐々に発見の重要性に気づいていった段階であって、これ以降も麻酔医学の研究を続けた。1958年、 スコーはコリンエステラーゼに関する研究結果を発表するためにウィーンで行われた学会に出席した。そこで彼は赤血球のナトリウムマイナスカリウムポンプの研究を行っていたロバートポストと出会った。ポストは2分子のカリウムイオンが細胞内に組み入れられると同時に3分子のナトリウムイオンが細胞外に組み出されることを発見していて今日では ポンプの阻害剤として知られるウアバインを用いて実験を行っていた。ポストは、スコーの論文は読んでいなかったが、スコーが ATP アーゼで行った実験について話すと興奮して聞き入った。ポストは、その酵素はウアバインで阻害されるか尋ねた。スコーはこの時点では、ウアバインが阻害作用を示すかどうか知らなかったが、すぐに研究室に電話し、 実験を行うように指示した。ウアバインは実際に酵素を阻害し、酵素とナトリウム、マイナスカリウムポンプがつながった。2018年5月28日にオーフスにて死去。99歳没。ありがとうございます。